あったよ、あった。どこ？あった。リチウムにしてよかった。いただきます。いただきます。いただきます。降りさせる。降りさせる？うん、分かった。ちょっと待ってね。大きい。見てこのしいたけ、肉厚。これ食べようか。こっからさ、この昼間の高原が近いんだけど、昼間の高原行ってみる？行ってみようか。ねえ、こんなもんにしてさ、ちょっとさ、パン買いに行こう。うんうん。ゆりちゃん、鯉に餌あげたい？うん。ほら、お腹空いてるみたい。これ、ご主人さ、鯉に餌あげたいです。まだ朝だからお腹空いてるんじゃない？ちょっと待ってね。いくよ。ほい。ほら、みんな食べてる。ちょっとさ、朝ごはん食べて30分だけ待っていい？うん。あゆ買いたい。あの焼いてるやつ。うん。てか私さ、あゆの塩焼き食べたことないんよ。うたま。マジで？うん。めーちゃんま。めーちゃんはないよね。意外だわ。うん。でも絶対あそこの美味しいはずじゃん。そこで釣ったの焼いてんだよ。絶対美味しい。ねえ。アユの塩焼き買ってきたね。買ってきた。串に刺さったまま食べたかった。串が再利用らしくって、車で食べるって言ったら、じゃあ抜きますねって言われちゃった。そうだ。抜くんだと思って。こういう風にやりたかったね。
おいしい。うん、うん、おいしい。あ、そう。待って、ユリはガブってやると骨が入っちゃうから、ママがお手手でも知ってあげるわ。あ、これユリ絶対好きだわ。大丈夫かな。はい、おいしい。早い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 、おいしい言うのが。でもおいしいよね。でもおいしすぎて、うん、早くおいしいって言っちゃうの。おいしすぎて早くおいしいって言っちゃうんだ。ごめんね、カマさんのお口が好きだから、ママ。もうほとんど家に食べられちゃった。たったとおいしいもん、あゆあゆが。あゆあゆ、あゆね、あゆ。あゆがおいしいもん。あゆおいしいね。よかった。今たくさん食べてるなった。ねえ、ちゃんと食べちゃったね。ママの分は。じゃあ、ひるがな高原で遊んでみる？うん。遊びたい。ゆうた、遊ぶのがゆうた好き。じゃあ、遊んでみようか。よし。スーパーサイコー！よし、行きましょうか。うん。行きます。で、この橋だよ、ほら。あー、いそういそう。やる人いるね。遊びたい。遊ぼう。遊びたいよね。ちょっと行ってみようか。ね。バスはすごい。バス行ってみようか。バスはすごい。いいよ。高原牛乳のソフトクリームとかずっと美味しいよ。あ、そうなんだ。早く食べようかな。うん、帰り。よっしゃ。え、ピザ美味しそう。ピザでしようかな。見て見て、レストランもある。食べるものは止まらない。ねえ。ちょっとバインバインしてから行こうか。うん。あ、おいしそう。結構怖かった。怖かったね。楽しかった。じゃあ食べよ。食べてるよ。せーの、いただきます。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 ちょっとでかわいい。いただきます。何だこれ。ピザ二段重ねになってる。いいね。二段重ねになってる。ああ、こっちもユリだ。ほら、ユリの好きなベーコンとコーンのピザ。と普通の、なんだっけ、マルゲリータ。あ、いいね。うん。あ、そう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 。どう？うん。よし。さあ、並びよ。いいね、こんな高原でお花見ながらピザ。ねえ、最高なんだけど。花が近いのがいいよね。うん。これが桃色吐息っていう花。花の名前がそうなんだ。そんな名前なのかな。そう書いてあったよね、下に。あ、ペチュニアだ、ペチュニア。ペチュニア。うん、ペチュニア。ペチュニアね。ペチュニア。ペチュニアね。ペチュニア。ペチュニアね。うん。食べな。うん。
うん、涼しい。涼しいね。上まで行ったらすごい気持ちよかったね。涼しい。本当何度だったんだろう今日。でも一応これクーラーつけたまま出たけど、残量が 69%、2泊3日、でも初日の前乗り含めたら3泊4日か。あ、そうなんだね。ほぼほぼクーラー切ることなくつけっぱなしだったけど、正直60を下回ったことないね。ないね。この3日間ね。夏までにやるべきだね。ね。やっていくと冷たいのがいるね。冷たいのがいるもんね、絶対に。これとこれ。じゃあこれ食べてお家帰ろうかね、そろそろ。帰りましょうか。楽しかったね。今日は帰ってコーンを茹でてあげるから。やったー。あれ食べようね。スイートコーン。